はい、どうもこんばんは、かこです。今日もね、犯人は僕、続きからやっていきたいと思います。さあ、4日目ですね。今回スミレの弱みを握れということなので、スミレちゃんがターゲットって言うとおかしいけど、丸め込む候補ですね。な、ドン、白雪。そうですよね。殺人犯したばっかりだから、夢に見ますよね。飛び起きると俺は何もない空間に手を伸ばしていた。白雪。この数日間思ったことがある。秘密のない人間なんていないと。真実に気づいていながら、秘密を盾にされることで何も言えなくなる。それほど触れられたくない秘密だってことだ。そしてそれは俺も同じだ。俺の秘密を知った白雪は何より恐れる存在に変わったんだ。そうですよね。主人公の秘密って実はまだ分かってないんですよね。お、誰が来た。入るよ。もう入ってるじゃないか。青木と別れた。まあ、そうでしょうね。お姉なのかな？女装癖なのかな？ちょっと難しいところですけどね。え、そうなのか。やっぱり昨日の会議が原因だろうな。振って当然だと思うよ。違うっての、私が青木に振られたんだよ。え？なんでわざわざそれを俺に言いに来たんだ？とりあえず励ませばいいのか？スミレ、あのさ、人には知られたくない秘密があるんだよ。バラした俺が言うのもなんだけど。秘密を知った相手とこれまで通り接するのは辛かったんじゃないかな。ほんとさ、余計なことしてくれたよね。なんだよ、急に近づいて。肩口まで顔を寄せてきたスミレは、黒田でしょう。白雪しか知らないはずの俺の秘密を囁いた。ドン。気がついたら俺はスミレを突き飛ばしていた。スミレは足首を押さえて俺を睨んだ。あんたさ、今みたいに白雪も突き飛ばしたんじゃないの？違う。そう、それは今日の会議でみんなに判断してもらおうじゃん。どうした黒田、なんか物音がしたから。おい、朝からうっせえぞ。スミレ大丈夫か？ああ、話してたらこいつが急に切れてさ。は？おい黒田、てめえ何やってんだよ。黒田か？二人の突き刺さるような視線よりもスミレの嘲笑うかのような顔が目が離せなかった。俺の秘密を知ったスミレは何より恐れる存在に変わったんだ。何なんですかね、秘密って。このままなら二つの意味で俺は終わる。スミレのやつ、どこで俺の秘密を知ったんだろう。白雪しか知らないはずなのに。考えてもわからない。絶対にスミレの弱みを握って口止めしてやる。スミレの弱みを握る。ということで、さあ今日もね、この4日目のところアイテムを探していきたいと思うんですけど、まあローラーしていきますか。ローラー作戦。一個一個ね、部屋をチェックしていく。意外とね、なんか部屋に落ちてたりするんですよね、なんかいろいろ。それを、お、あ、でもこれはあれか、前のやつですかね。まあなんかありますね、これ。なんだろう、胃腸薬。このメーカーの胃薬よく効くんだよね。誰かお腹壊したのかな。うん、なんか使わないアイテムとかもあるっぽいんで、うん。まあ、特に1階はこんなもんかな。うわ、なんか白雪の部屋誰かいますね。お、時計。この時計少し傾いてるじゃん。こういうの気になるんだよね。ガタ。何かに引っかかってまっすぐにならない。裏に何かついてるのか。俺はひっくり返し裏側を見てみた。なんだ、裏にテープで何か固定されている。これは盗聴器。単語電池を入れて使うみたいだ。おお。これは重要アイテムっぽい。スミレの部屋行ってみましょう。スミレちゃん、緑ちゃん。どうして緑がここに？スミレちゃんの足の手当てだよ。てか見ればわかんでしょ。誰かさんに突き飛ばされて捻挫したんだよ。う、これはまずいな。ごめんスミレ。いい、謝っても許さないし、言い訳なら会議で聞いてあげるね。喧嘩はどっちも悪い面が少なからずあるもの。いや、もうやめて。緑、黒田の肩を持つの。そうじゃないよ。黒田くんの方が怪我をすった分悪い。ち、ほら、黒田、もう出て行って。
まあ、いったな、他の部屋を調べて探ろうにも今回は無理だ。あ、この部屋をね。部屋探れないのか。バルコニー誰かいますね。青木です。青木、こんなところ何やってんだ。ここにいるってことはまだやっぱり俺疑ってるのか。お前と争う気はないよ。少し外の空気を吸ってただけだ。顔色悪いけど大丈夫か。見ないでよ。声色が変わった。ゲフ。いや、いいからあっち行けよ。もういいよ、俺の前で無理しなくて。これ以上口を聞いてくれなさそうだ。スマホのポータブル充電器。うん。充電器はこんなとこ使うんですかね。さあ、なんかアイテムを手に入れていってますけど、赤井の部屋特に何もなしと。今3つ手に入れましたね。あと、まあ、とりあえず2つは手に入るっぽいんで、さあ、3階も行ってみますか。緑の部屋は空いてそうですね。スペシャルコラーゲン美容パック、さすがキャバ嬢。いや、素直に緑の女子力を称えるべきだな。なんかあんまり効果なさそうですね。金沢くんは何もなしと。自分の部屋も何もないか。青木の部屋。相変わらず散らかってますね。もう特に何もない。さあ。お、でもなんか4日目パックが入ってるね。ってことは、ここも入ってるってことは、ここももう一個あるっぽいから、3つない。最終日なんでね。いや、今回はでもゲームオーバーにならないように行きたいですけどね。さあ、全部の部屋を一回見ましたけど、もう一回行ってみる？特に、進展はない。どうにかして、部屋を探りたいんですけどね。ここなんかありますもんね。そうだよね。出て行かさないとダメですね。さあ、ちょっともう一回、2回目のローラー作戦。これなんか一回チェックしといた方がいいのかな。赤いピコピコがね、消えますからね。さあ、キッチン。いや、でも増えたりしてないもんね。調べるところが増えたりっていうのは今までなかったんで、まあ、多分ないかなとは思うんですけど、まあ、なんか話がね、進む可能性はあるか。金沢がいなくないか。私のお肌が、青木が自分の肌を触りながらため息をついてるぞ。もしかしてこれ使えるかな。あ、これ渡せるんだ。それ高いのよ。どうしてそれを。今はほら、男の肌にも気を使う時代だよ。へえ、分かってる名前。ちょっと見直したよ。よかったらあげるよ。見つからないようにこっそり使って。それはもちろんありがとう。で、肌がガサガサになって落ち込んでたのか。いつもはお肌のゴールデンタイムである22時には就寝する。それがどうだ。お前のせいで明け方までスミレに捕まってたんだぞ。俺だって必死だったんだ。知ったことか。スミレに二股がバレて、俺は別れを切り出した。でも、二股してたのは青木だから、別にそれはお前のせいだろっていう話ですよね。そしたらあいつ許すから別れないでって言ったんだ。あいつの生活からして、問い詰められるか、わめかれるかと思ってたんだけどな。確かになんか引っかかるな。白雪は俺を責めるどころか、黒田、お前をかなり恨んでたよ。あいつちょっとやばいやつだったのかもな。とにかくこれサンキューな。スミレは青木と別れたくなかったみたいだ。これはいい手がかりなのかな。話が進むか。とりあえずテーピングしておいたから安静しておいてね。もう行くの。洗い物あるからまたね。何、あんたまた来たの。え、あ、ずっと部屋にいるの。つまらないだろ。私は動けないっつうの。何、部屋から出ないと白雪みたいに殺しちゃう。だから殺したっていう前提がおかしい。俺はやってないんだ。そんな捨てられた子犬みたいな顔しても無駄だから。ダメか。白雪もかわいそうね。あんたの秘密知ったせいでさ、キャハハ。変だな。白雪と俺は会った時、誰にも言ってなかったはずだけど。
バラす前に俺が殺した。どうしてスミレは白雪が俺の秘密を知ってることを知ってんだ。何のことか知らないけど足お大事じゃない？うん、これはなんか盗聴器ですかね。さあ、緑がキッチンに、あ、リビング誰かいるね。よ、黒田、スミレの機嫌は治ったか？助けてくれよ。赤いもんって呼んでる。ドラえもんか。ドラえもんみたいな感じで赤いもんって言ったのか。もう俺ダメかもしれない。あ、その様子じゃまだスミレ怒ってるみたいだな。無理に話を聞いてもらおうとしても無駄だろう。もう放っておけよ。明日には忘れてるさ。放っておくと俺に明日はないんだよな。ん？赤い手に持ってるそれなんだ？あ、これ単語電池だな。今拾ったんだよ。スミレが 2,3 日前になくしてから探してたみたいなんだ。返そうと思って忘れてたんだけど、単語電池なんて何に使うんだろうな。そうだ、お前これをスミレに返してもらう。もう一回謝ってこい。赤いめんどくさいだけだ。ああ、バレたか。まあ何の用もなしに行くよりはマシか。うん、単語電池。これなんか盗聴器が、盗聴器が単語電池なんだよね。思いっきりだよね。あ、和室にもいますね。じゃあ行ってみますか。ここにいるなんて珍しいな。ふふふ、よう黒田、珍しいだろう。気持ち悪いくらい機嫌がいいな。邪魔したな。待て、おい、聞けよ。何してるんだとかあんだろう。何してるんだ？聞きたいが、別に。実は緑のやつがさ、俺に手料理を振る舞ってくれてるらしいんだよ。だからそこで待ってるのか？おう、羨ましいか？じゃあ俺はスミレのとこに行かないといけないから。あ、スミレ、やめとけやめとけ。さっき部屋覗いたら、ペリーダンス、ペローダンスだったっけな。ダンスを取ったからよ。邪魔すっと切れっぞ。盗撮の次は覗きか、懲りないやつめ。って何言ってるんだ、スミレは捻挫だぞ。俺の目がおかしいってのか。あん、両目 2.0 なめなし。あいつさ、1日5分ダイエットが日課らしいぜ。全然変わらねえのにな。あはは、金沢が嘘をつく理由もないか。あるとしたら、うん、捻挫はしてない。それはしてないでしょうね。キッチン完成。お、緑何してたんだ。サンドイッチ作ってたの。あ、金沢のやつも楽しみにしてたぞ。黒田くん、味見してくれる？もぐ。サンドイッチやぞ。サンドイッチをこんなにまずく作れる才能かもしれない。どうかな、まずいなら捨てる。こんなもん食べたらトイレに駆け込まざるを得ない。むちゃくちゃうまい。いくつかもらっていいか？うん、まだたくさんあるから。お、できてたのか。じゃあ俺はこれで。お、サンドイッチもゲットしましたね。あ、でもこれアイテムじゃないんだ。こうやっても胃薬があるからね。和室。せっかく緑が作ってくれたんだ。全部食べないと。う、ぐお、まずい。すごい根性だ。さあ、すみれちゃんの部屋に行ってみましょうかね。何？そう、警戒すんなよ。これ、ほらこれ、緑から差し入れだ。置いといて。あれ、食べない。もしかして料理が下手なことを知ってるのか。殺人犯が持ってきたも口にできるわけないでしょう。ひどい。緑。どうやら後ろから緑が部屋についてきてたみたいだ。私、殺人なんてしてない。え、あっちがし、ちょっと黒だ、なんとか言ってよ。しのこの様子に食べりゃいいんじゃないかな。緑が作ったって分かったなら食べれるし。すみれは一口サンドイッチを口に組んで固まった。どうかな、ちょっと飲み物を飲みたくなってきたから。あれ、すみれちゃん、足は？緑の料理で治ったみたいだな。よし。これで秘密を探っていきましょう。裏掲示板に書き込みの途中だったみたいだな。悪口を言うときだけが文章力半端ないな。そうですよね。現代人はスマホでね、文章力磨いてますよね。まあ僕は学生時代はね、スマホが、まあ大学の時あったか。まあ高校の時はなかったんでね。うわ、いじめの内容めげつない。もう女子のこと何も信じられない。裏掲示板に白豚という人物の悪口やいじめ内容を書き込まれている。白豚。これは浮気の現場を押さえた写真か。スミレは二股を知っていたのか。でも昨日の夜は青木の二股を初めて知ったようなリアクションだったの。あれは演技だったのか。もう女子のことは信じられないよ。
ほう。知ってんのね。白豚って誰だろう。誰かをいじめてるのか。さあ、あ、トイレ駆け込んでるね。使用中のようだ。うん、こんなもんかな。胃薬とか何に使うんだろう。てっきり使うのかと思ったけどね。さあ、もう中行けそうなんでね。さて、一通りアイテムも集まってるみたいなので、さあ裏工作終了してみましょう。さあ会議行きます。さあ今日こそはね、失敗しないように頑張っていきたいと思います。結構失敗率高めなんでね。今日も会議のためにみんながリビングに集まった。こう何日もコテージに閉じ込められているとやはりメンバーにも疲れが見える。みんな早く会議を終わらせたいという気持ちでいっぱいだろう。ただ一人スミレを覗いて、スミレは部屋に入るなり俺を睨みつけたりと来た。犯人の疑いだけならまだしも、青木に振られた恨みまでぶつけている。それはね、ちょっと違うよね。うん、いや犯人の疑いだけでよ、もう良くないのだが。どうした、みんな疲れた顔してるな。青木が一番疲れた顔してるよ。特に連絡することもないから今日ももう終わりにするか。ナイス、願ってもないことだ。ちょっと待って、白雪のことは昨日うやむやになったじゃん。ああ、そのことだが、もしかして俺のせいかなと思って。どういうことだ。やっぱり俺が二股してはっきりしないから白雪が思い悩んで。その自殺とか、うん、青木は悪くない。そうだ、考えすぎだ。そうだよ、俺のせいなんだけどね。白雪さんが自殺なんてするかな。可能性としてはあるかなと。違う、白雪は殺されたの。大丈夫、私は白雪を殺された理由も誰が殺したかも知ってるから。おいおい、バカなんだから無理すんなよ。バカは黙ってて。は、はい。怖い。でもここでビビってはいられない。もうすぐで逃げ切れるんだ。セミレ、何か自信があるみたいだけど、当たり前じゃない。ね、黒田。何？とぼけても無駄。犯人は黒田だよ。うん、まあどうして俺なのかだよね。どうして俺だと思ったの。簡単じゃん。白雪は黒田の秘密を知った。そのせいで黒田に殺されたんだよ。黒田くんの秘密。おい、秘密ってなんだよ。待って、言わないでくれ。みんな見た、この反応。あ、やばい、これ一発終わるパターン。ほんと黒田が犯人以外考えられない。そんなわけない。スミレが俺を罠にはめようとしている。は、何言ってんの。スミレ悪者扱いかよ。ひどくない？自分の犯罪がバレそうだからって。そういうことじゃない。スミレはみんなのためを思って言ってるんだそう。黒田くん、自己中。黒田。もう黒田は会議に入れないでよね。それいいね。もうこんなの嫌だ。やばい。俺はメンバーからソース感を食らい、自分の部屋に引きこもるようになった。メンバーも俺となるべく関わりたくないのか、誰も声をかけてこない。ある時廊下から話し声が聞こえた。黒田全然見ないよね。相手来てるのか。死んでたとしても犯人だからいいでしょう。それな、早く、警察は早く来て逮捕しろよ。バッドエンドですね。いや、全部集めてもバッドエンドなるんかい。一人の世界。いや、きついな。よし、もう一回行こう。いや、今日はいけると思ったのに。さあ、行きますよ。ぶっ飛ばしで。はい、ということで。証拠があるのか。白雪を殺した証拠でもあるのか。凶器でも見つかったか。そうですね。証拠がないはずなんでね。証拠はない。うまくごまかせたようだということで。なんだ、証拠ないんじゃん。いいから聞けよ。いい、私が黒田が犯人だと思うのは、確信を持てるような動機を知ったから。黒田が白雪を殺す動機か。そう、黒田の動機。俺の動機。きっと白雪に俺の秘密を知られたことだ。黒田は白雪に恨みを持っていた。なんでスミレがそれ知ってるんだ。私にもいろいろあるの。出た。いろいろないくせにいろいろあるってやつ。うるさい。このままだとまた疑いが俺に向けられてしまう。とにかくスミレに疑いが向け続けるようにしないと。スミレにも動機はある。どうだろう、この辺。スミレにも白雪を殺したいと思う理由はあるはずだ。そんな理由ないけど。だってスミレは白雪に青木を取られている。いや、まだ取られては。
地上のもつれってやつか。モテる男は違うな。黒田、あんたバカなの。え、私が二股を知ったのは昨日。白雪が死んだ時に二股は知らなかったの。あ、なんで私が白雪を殺さないといけないの。確かに普通に考えたスミレの言う通りだけど、でも本当に二股を知ったのは昨日なのか。いや違う、スミレが二股を知ったのは昨日より前だったんじゃないのか。は、いい加減なこと言うなって。どうも一つ気になることがある。なんでスミレは青木に振られたのか。スミレは前から青木の二股を知っていた。そう考えれば糸口をつかめそうだ。スミレが二股を知っていたことをみんなに証明できれば。写真だよね。ドラ、くらえ。ここに写真があるんだけど、この写真には白雪と青木がデートしている姿が写ってる。青木の二股を証拠を押さえた写真だ。え、マジで。この写真はスミレのものだよね。うん、その写真誰の。え、金沢が盗撮してたんじゃないの。違うし、スミレ白バックつくれるつもりか。勘違いしちゃったんでしょ、写真が私のだって。勘違い誰にでもあるからしょうがないよね。この写真は間違いなくスミレのものだ。でもこれでスミレの部屋で盗んだなんて言ったら、かえってみんなの印象が悪くなって最悪。俺の言うことを信用してもらえなくなる。やっぱり黒田の言うことは信じられない。もう一つ、スミレが二股を知っていた証拠があるよ。まだ言う。これで最後だよ。スミレが知っていたことを証明するなんてことまだできるんだろうか。スミレが知っていたではなく、スミレには知る方法があった。スミレは白雪の情報を得るためにしていたことがある。うん、これ盗聴だよね。あ、違う、スマホ充電器だ。こっちだね。二股を知っていた証拠はこの盗聴器だ。うん、高そうな盗聴器。この盗聴器は白雪の部屋に仕掛けられていたんだ。その盗聴器は私のものだって。そういうことだから、そんなもの知らない。本当に何が言いたいの。これはあるものと組み合わされるんだ。そのものはスミレが探していたものだ。単語電池ですね。さあどんどん追い詰めていきますよ。この乾電池はスミレがなくして探していたもんだろ。まだスミレに渡してなかったのか。ごめん、渡すの忘れてたよ。それがどうしたの。なぜか盗聴器に使うサイズなんだよね。たまたまじゃない。このサイズの乾電池はなかなか使われないサイズのもんだけど。確かに単語はね、使わないです。単三単四は結構あるんですけどね。単語ってなかなかレアかもしれないね。スミレ、この乾電池を使う機器が何か持ってんの。そんなの。確かに盗聴器は仕掛けた。あ、仕掛けたけど二股のことは言ってなかったじゃん。白雪盗聴しても白雪と青木が付き合ってることなんて聞こえなかったから。なんなら録音してるから聞いてもいいよ。え、録音聞いていいのか。あんたダメに決まってるでしょ。さっきいいって金沢くん、キモい。ということで私は二股のことは知りませんでした。さあ言うことある黒田。盗聴は認めるんだね。そう認める。何ニヤニヤしてるの、キモい。大丈夫、盗聴器で聞いた内容が重要なんじゃない。盗聴していた事実が重要なんだ。だって盗聴していたってことは二股を知っていたという何よりの証拠じゃないか。なんでよ。どういうことだ。普通何でもない友達を盗聴したりする。よっぽどのことがない限り盗聴なんてしないよ。よっぽどのこと、例えば二股相手が気になるとか。それとも二股は知らなかったけどなんとなく盗聴したの。何なの。あんたが犯人なんでしょ。スミレ一旦落ち着こう。まあまあ落ち着いて。何、目が怖い。くそ怖い。でも追い込むのはこれぐらいにしないと。あまりに追い込みすぎてはいけないことをこの前学んだ。そうだね、一回殺されてますからね、主人公ね。ここはスミレの話題からそらすふりして、俺の予想では白雪は自殺なんじゃないかと思ってるんだよね。あんたまで青木のせいだっていうの。違う、青木のせいじゃない。自殺の理由、白雪の自殺をでっち上げるのにいい情報があるぞ。これかな、 SNS かな。白豚だから白雪なのかな。白雪って学校でかなりひどいことをされていたらしいんだ。いじめられていたってこと。そう、学校の裏掲示板にもかなりひどいことを言われてるよ。ほら、この白豚って言われてるのが白雪。知らなかった。わ、ひどいなこれは。白雪はあまりにひどい目に耐えられずについには自殺してしまった。許せないな。いじめの主犯はスミレなんだけど。
さてここでスミレがいじめていたとは言わずに、今からスミレを殺するから俺の秘密も黙っといてくれよ。その点スミレは可愛いものじゃないか。二股されたと分かっていても青木に尽くして、心配だけど遠くで見守るだけ。盗聴は見守りすぎだけど、うるさい。まあ盗聴の件はここだけの秘密ということで一つ。そうだな、悪気はなさそうだしな。本人も十分反省しているし、スミレが険しい顔でこちらを見ている。今日のところは許してやるって言ってるようだ。だけど白雪が自殺だったとはな。そうと決まったわけじゃないぞ。可能性の一つだ。私は他殺の可能性を捨てていない。俺にはもうわからん。みんな混乱し始めたな。よしよし。ああ黒田ごめん、犯人っていうのは勘違いだったかも。私もむしゃくしゃしてたっていうか、いやいいんだ。そっか、自殺かもしれないよね。そうそう、俺も信じがたいけど、そういう考え方もできるよね。私は絶対殺されたと思うけど、ちっちゃい声で言ったね。最後の言葉を俺にだけ聞こえるようにこっそり言ってきた。いじめの件絶対に言うなよというメッセージのように聞こえる。それはこっちのセリフでもあるけど、スミレが知った俺の秘密、絶対にバレないようにしてくれよ。白雪にも知られたあの秘密を。いやー何なんだろう。4日前、白雪、やっぱり黒田くん私と同じ小学校だよ。え、あー確か白雪小学校の頃見たことあるかもね。6年生の時何組だった？確か3組かな。いいな、小学校僕一クラスしかなかったんですよね。めちゃめちゃ田舎の学校でね、一クラスでしかも14人しかいなかったんでね、クラスがいっぱいある小学校って憧れましたよね。へー、誰と仲が良かったの？住川と健一とは毎日遊んでたな。懐かしいな。それじゃあ小学校の時の放火事件は知ってる？あ、これの犯人なのか。え、まさか。俺は小学校の頃火遊びが原因で家を一軒全焼させる火事を起こしたことがある。それはある駐車場での出来事だった。落ちているライターを拾って俺たちはいろんなものを燃やして遊んでいた。だけどそのうちの一つが隣の家に飛ばされてしまった。その家は木造だったこともあり、火はあっという間に燃え広がっていった。俺たちは怖くなってすぐその場から逃げ出した。幸い家には留守で誰も怪我人はいなかったが、家は全焼。消防は火事の原因と放火したが、犯人が見つかることはなかった。その放火事件はあと数日で時効になるところだった。ねえ、小学校の時の放火事件って知ってる？知らない。あの時全焼した家の家主はお年寄りだったんだけど、家がなくなっちゃってその後どうなったんだろうね。知らないって言ってるだろ。黒田くん、あなたが犯人でしょう。もうやめてくれ。やっぱり隠しておくべきじゃない。やめろ。おい、うわ、そんなにびっくりすることか。いや、考え事してて。スミレとは仲直りできたか？そもそも喧嘩してないよ。もう少しで帰れるっていうのに、みんな喧嘩したままだと後味悪いよな。喧嘩なんてしてないんだけど。でも青木の言う通りだ。確かに表面上だけでも仲良くしておかないとね。じゃあみんな今日は解散だ。あれ、赤いどうしたんだ？いや、赤井が最後なんだろうね、多分ね、5日目。いや、裏工作成功ということで。はい、じゃあ、今日はここまでですね。さあ、おそらくね、最終日は赤井くんでしょうね。どうなっていくんでしょうか。まあ、次回、多分ラストパートなので、はい、ぜひご覧ください。じゃあまた。バイバイ。